パクに対する解説をね、ずっとインスタグラムでしとって、じゃあそれまたパクにコメントしとってけど、それはそれで傑作やってんけどな。別の媒体で解説したらええやろ。みんなもそんなに聞けなくやろ。うちもさ、その解説は本人に見えへんほうが、安全じゃないけど、面白いやろ。言うしかないやん。うちのインスタに書いていちいちパク、反対コメントっていうか、反対コメントともない無関係コメント打ってくるのも、確かにね、鑑賞価値はあんねんけどな。で、その、パクのコメントは皆さん、その、観察なさったときに、まあ、YouTube で、そんなやつおんのやって、そんなおっさんおんのやって。他のアメブロとかでもちょっとパクの名前初登場させてみたし。で、Twitter でもさせようかな。Twitter のアカウントまた作ったんで。あっちはね、作ったやつ欲しい、作ったやつ欲しいって楽しみ方してるよ。ね、SNS のその種類によって楽しみ方変えんと意味ないでしょ。で、またその SNS の特性なんして、意見も変えんと意味ないやん。な、同じ意見全部投入してもしゃあないし。全く違うやつのな意見とか、そんな尻目する。どういうの？だから、バイトによって人格違う。まあ人格っていうか、その人物、どう言ったらいいのかな。別の主張って言っても、その幅の限度はあるけどな。こっちでは自民党、こっちでは共産党って、一人の人間が SNS と全然違った。あんたね、って自然普通最後しか言われるやん。な？それがそんな自然な姿ちゃうねんって。なんか意図的、恣意的な姿やったけど、その暗号の方みたいな決めないって、それが自然なのか？どっちかというと工作員的なノリやろ。自然じゃなくて工作やんかし。工作と自然はちゃうの。工作員は自然じゃないねんだから。ね。で、結局、その職人も自然じゃないよ。ただその中でどうやって自然にその近づけるかとか、自然にどうやって作るかでしょ。つまり、どういうふうに作ったら自然のやつらにバレへんかなっていうような、そういう技術でもあるわけでしょ。じゃあ、それは道具として使われていくわけじゃない。疑似針もそうだよね。あ、分かってきた。うちも今のまとめなかなかそうやな。我ながら、あ、お前やと思っちゃったけど。そうやってちゃんとね、何もなしでね。何もなし。どういうこと？だから、メモがないからね。最近、こんな珍しいから、このメモを使うのね。しかもこんなところで書いてる。さてさて。今のはその、霧のマルガリータのエンディングをね、シャラシャラとか言ったりして、さっきペロペロってやろ。ペロ飯じゃなくて、飯ペロか。ね。ペロらんといけないってこと。まあ簡単にはペロられたくないし。あ、舐めんなよって言うやで。えっちゃ、ちゃうからな。すぐそうやってペロるって言ったらなんかペロプレイみたいなこと思うでしょ。ペロるってのは舐めるって言うやで。で、考えてみや、その論理的に。な、用語の使い方間違えたらね、なめへんなよ、ごらん。芝居だるか笑えた。怖いでしょ。だから怖い、そうや。怖かってんて。怖くないと思っとってん。ええと思うかもしれんけど、スカッとすると思っとってん。で、お前がやろと思うかもしれんけど、みんなもスカッとすると思っとってん。何年かって、だってうちの故郷では、誰かがそういうふうに言ったら、周りみんなスカーッとしてるんですよ。かんか、そんなん。そういうのもそうだってんか。誰かが本当に知られたらあんたらしい。なぁって言ったら、みんな周り、スカーッとしてる。そういう土地柄でございました。あかんかな。まあ、いいか。しゃあないもんな、それだけはな。だからみんなもスカッとすると思い込んどって。うちが方言バリバリで言ったら。ごめんなさい、気がつかなくて。そういうことに疎くて。疎くて、出すちゃうで。ペロルも分かったよ。だから、遠慮してんねん。なめんなよってやめて。ペロらんといてねって。ペロらないでねんですよ。あんまりペロペロしないでねんでしょうか。だから、アスカもこれ使ってな。なめんなよって言ったらなんで。怖いから、アスカが言ったりしてる。だから、あんまりペロペロしないでねって言ったら、もう、えじきやな、アスカ。あの環境でそれで終わりやろな。うちはめっちゃ安全確保で笑えるけど。近くでも誰も。
アスカのことクン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 ってなんか使えてくるんやるじゃないですか、クン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 って当たらないでね、たらもうペローの R ぐらいでもガブガブガブって、ね、怖いわ、もうあれさ行きたくないねんだからそういうイメージじゃないよ、魔界だね言わんとこか、言い過ぎんとこか、それについては魔界に入る大丈夫だよその魔界の時間帯っていうか、その次元と出会う魔界次元と出会う魔の時刻からんで角も回ったけど立ち火がないわ名古屋もないな東京と大阪にはあんねん魔の、要するにパラレルワールド行っちゃうそのあれあれハリーポッターのシュッポッポでその何駅のどの何番線に乗ったらある時刻だけその魔の魔列車に乗れるみたいなあんねん中部地方ないなよかったちょっとディズニーランドとかさそのあのユニバーサルスタジオとかそんなとこには案外ないねんそれはわかるよねテーマパークにはないねんそういったものはむしろだから浅草とかなんやなかとかな先週にチーム名を探してごらんなさいさて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 だからその何だかなペロルの前は、大阪弁か河内弁はスカッとすると思い込んでましたの前やな、何言ったかな、メモね、メモを読んでないと、何を言ってたか分かんない、ね、忘れるね、メモ書いてへんから、ちゃんちょんやったかな、ちょんちゃんやったかな、そう、小さい時もそれはやめなさいって言われたの、ちょんちょんって生えてたから。そばからそばやからって気づくやつあるからってちゃんちゃんまでにしなさい、それも漫才師が使ってしまってるから仕方がないからちょんちょんまで言ったらちゃんちゃんも何のことか分かってしまうからやめなさいって親に言われたんちゃうで周りの大人に言われたそういうばっちゃん周りの大人が使ってしたらしつけてくれるばっちゃんで面白いわでうちと中道先生実際的に並んでごめんなさいもう言いなさいとかどっちも親でもないナイスよ、ブラック。みんなブラックになりなさいよ。ところが、中道先生は、その、維新の、その、宮本に負けて、宮本和孝。その吉本興業、幹部候補生。漫才しちゃうで。それは、落研出身やけどね、彼は、関大のね、なんかその三子、文子さんの、作ったんやな、関大の落研出身やけど、吉本興業の幹部候補生だね。国会議員の息子やから。芸人になったら赤身分でやって。で、それと、要するに、維新の扇の要は宮本くんやねん。くんづけ。上から。ちっちゃいんだけど。だって、うちらから見たら、どうしてんの、タルトク信じがする。うちこの。でも、中道先生には、ちゃうねん。何そんなエコフィニティやろやっぱ何ていうかなオーラがどこんねオーラが違うからどっかんかどこんねしまった先住民王子やからですよこっちかってなぜか先住民の名前のびっくりしたあ、獣医さんねなんでそんなトークロムやろちょっとあかんわ無理や。